ドッグフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はツノザメメ各種の総称にちなんで命名された。アブラツノザメビロードザメドッグフィッシュは1944年6月22日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1945年10月27日に AM モーガン夫人によって命名。 浸水し、1946年4月29日に、艦長、t s バスケット中佐の指揮下収益する。ドッグフィッシュは、コネチカット州、ニューロンドンから出港し、カリブ海、バミューダで、訓練活動に従事した。その後、1947年8月から1948年4月まで、フィラデルフィア海軍造船所でオーバーホール及び、 近代化改修が行われ、改修後はニューロンドンで通常の作戦任務と実験プロジェクトに従事した。1948年10月31日から11月19日までフロリダ海域からラブラドールとグリーンランド間のデイビス海峡へ及ぶ大規模な艦隊練習に参加した。ドッグフィッシュは1949年2月4日から4月3日にかけて スコットランド、イギリス、フランスを訪問し、1952年2月及び3月には、ハッテラス、岬沖でのセン演習に参加した。続く3年にわたって、東海岸をび、カリブ海での作戦活動に従事した。1955年3月1日にニューロンドンを出港し、初めての地中海配備のため、第6艦隊と合流する。 ドッグフィッシュは6月6日に母校に帰還した。翌年には、ナト o の演習、オペレーションニューブルームに参加し、その間の1956年6月4日から14日まで、ノバスコシア州ハリファックスを訪問した。11月8日にドッグフィッシュは、ニューロンドン沖で火災を発生したトロール船、アグダの消火を行った。ドッグフィッシュは、 新型機材評価のため1958年1月31日から4月12日までスコットランドのファスレーヌワン1へ巡航した。その後1959年5月23日から8月8日まで地中海に展開し10月と11月には NATO の対潜水艦戦演習に参加した。広範囲オーバーホール後ドッグフィッシュは1960年まで ニューロンドン沿岸での作戦活動に従事した。ドッグフィッシュは1972年7月28日に除籍され、ブラジルに売却された。ブラジル海軍ではグアナバラと改名され、その後1983年に除籍された。ありがとうございます。